縦入れて前を向いた山本浩介シュート山本クロスバーに当たって決まったゴールルキアン決めました。山本浩介ふわりと浮かしてルキアンのヘッド決まった。ルキアン今シーズン2ゴール目。松本正也もう一度ルキアン、さあルキアンから松本ちょっとボールを見失いましたがルキアンが出てきた決めた。うまくコントロールショット先制はジュビロ磐田です。ルキアンのシュート左隅に決めました。先制磐田1対0。2人で対応しました。上原浮かせてきました。コントロール松本中への折り返し、ルキアン、これで4試合連発ルキアン。さらに深いところ、切り返し、この本当強い左で上げてきました。アメリカそしてファーサイド松本正也クロスがふわりと上がります。ルキアンヘッド決まった。ルキアン5試合連発。山形から移籍してきた小野寺です。右サイドクロス今度ニアサイド山田ルキアンが粘って決めました。先制点は岩田。ここは繋いで幕裏に出てきたルキアン、大森からルキアン、ルキアンチャンスだ。1対1流し込めるか。決まりました。そのままゴールに流し込んでいきました。インターセプトから松本ルキアへのスルーパス通った。角度のないところから折り返した。決めたルキアン今シーズン10点目。三中央に繰り上がっていく南サイドへ叩いた。ここは大津ワンタッチで出てきた。ゴール前ルキアンのシュートゴール。ルキアン決めた2対0。左足のクロスは2人飛び込んでいったが当たって、ただもう一度大津が入れてくる。こぼれている。どうだ決まった。ルキアン決めました。左だ勝ち越し岩田勝ち越し2対1。大津が行く谷に囲まれますが間を割ってさあ大森パスにしたルキアン。大森に繋がって大森さらにサイドを使う。折り返してルキアン岩田逆転。試合をひっくり返しました。今度はボランチに入っています。ですから今野と山本浩介のダブルボランチ。さあ内は前線に入る。ルキアンだルキアンだルキアンだ。岩田に3点目左足大津のボールはキーパーの前しっかりと合わせていきました。ルキアンの先制ゴールが決まりました。前半の35分。左サイド松本攻めていく。そして金子独走の中に入った。中央ルキアンの足元決めた。ルキアン18点目。岩田2点目入れました。2対0。ルキアンにこれがボールを押されない。前来たルキアンだ浮かせた。先制ジュビロ。ルキアンへの一本のパス、さあこれが通るが、ルキアンパスが通りました。さあルキアンのボールになって右足のシュート。今シーズン